破光派の行き先はおそらく蜀。追わなくてよいのですか。よい。過去一族の功績は記憶に新しい。切れば無用な乱を招くだけよ。生き残るために親父の仇に身を寄せるか。自由なやつだ。思えばここ数年、出陣するのは国内の戦ばかり。しかも父上らしからぬ性急さでことを進めていた。よくも騙してくれたものだ。我が命運はこれまで。シオ、私の権力を引き継げ。以後はお前の好きに使え。放任とは無責任ですね。だが心は踊っている。我が息子ならばな。否定はしません。私以上に今の義を収められる者はいないでしょう。せいぜい道を誤らぬことだ。兄上。バカめ、お前には洛陽の守備を命じたはずだ。いや、来てくれてよかった。義の怨念に傷をつけられ、義の忠節に傷をえぐられた。まったくつまらぬことだ。これより我が権力をお前に渡す。あとは好きにするがいい。無責任ですよ。どこかで聞いたセリフだ。いや、もう職に悩まされることもないと思うと。酒がうまいわ。諸君の方々の前で、あなたもお人が悪い。ささ、もう一杯。故郷のことを思い出して悲しくなりましたか。いいえ、むしろとても楽しいですよ。あれをしなさい、これをしなさいと言われませんから。
とうに死んだ者たちのことでね。まったくその通り。三国を定立した者たちはあまりに理想家でありすぎた。長く続いた戦乱はその夢にとらわれたがゆえ。だがもういいだろう。目を覚まし、次の時代へ歩み出す時だ。芝生は新王となり、新しい時代の準備を始めた。しかし秦王即位の1年後、芝生は帰らぬ人となる。後を継いだ芝生の息子芝炎は義弟に退位を迫り、義王朝を滅ぼす。そして皇帝となった。の政変で国力を失い、秦王朝の成立から15年の後に秦に降伏する。ことごとく芝一族のもとに収められたのであった。